さあやっていきましょう。つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレッシャー大耐久レースということで、続いてハートの女王不思議の国のアリスよりということでね。はーい、いやー、なかなか怖い女王様ですよね。この人あれでしたっけ、もうすぐに死刑に従うんですよね。またね、これね、マッドハッターのところでちょっと詳しく話したいなーなんていうふうには思ったりするんですけど、不思議の国のアリスね、ミュージカルでやったことあるんですよ。ほい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 、不思議の国のアリスはね、ミュージカルでやったことがあるんですけど、まあ、それでね、どんな作品なのかっていうのを改めて見とこうと思って、スタヤでね、当時ね、行ってね、借りてみたんですよ、ね、2作品。結局、何が起こって、いつ終わったのっていう感じの作品だったんでね。いや、僕にはちょっと不思議の国のアリスはね、レベルが高かったですね。いや、はい。ねえ、やっぱり、まあ、あんなね、すぐにね、死刑だ、国を切れっていうような状況になって、続けないっていうのが結論になりましたね。いや、絶対違うと思うんですけど。順番通りに消すとなんか消す範囲が広がるんですけど、なかなかパッと見反射神経めちゃめちゃ必要な感じですね。もうね、もう今ね、もう恥ずかしながらですね、もう寝る直前にいますんでね、もう布団の中に入ってリラックスしながらやってます。さっきまでのね、ムーランとかそっちまではね、もうね、机に張り付いてね、一生懸命真剣に頑張ってたんですけどね、さすがにちょっと体力が、もうさっきチラッて見たんですよ、ムーランの一個手前の雪だるまドナルドですかね、だるまドナルドかやった時に自分がどれだけ取ったのかっていうのを見直してたらね、なんとね、もうすでに50本取ってたんですよ。で、1本あたりが2分半ってこと考えたら、もう恐ろしい時間やってんだなと思って。はい、ということでまた次回も楽しんでね、バイバイ。